フドキです。今回はサビエ山神社さんにご参拝したいと存じます。それでは参りましょう。というわけでですね、こちらサビエ山神社さんにですね参拝させていただきますが、まずはねこちらのご紹介をさせていただければと存じます。はい。で、場所なんですが、まあ前回ですね、こちら寄らせていただきました石見銀山さんのですね、実はすぐそばにあるですねサビエ山神社さんにですね今回はご参拝させていただきます。実はですね、前回自転車はここまでというところとですね、龍源寺マブをですねちょっと歩かせていただきましたが、実はこの龍源寺マブのですねすぐそばにですねサビエ山神社さんあるんですよね。で、行程といいますかルートがありまして、この自転車はここまでっていうところでですね、自転車を置くことがね駐輪場があるんですが、そこからまあ龍源寺マブの入り口まで歩いていって、で、龍源寺マブをゆっくりですね、いろいろ見させていただいて、で、出口で出てきて、そこからですね、帰りのルート、まあ、駐輪場のところまでですね、テクテク下っていくルートの途中にですね、サビエ山神社さんがあるというようなルートになっております。ですので、石見銀山さんをですね、まあ、観光してくるですね、そのですね、帰り際にですね、このサビエ山神社さんにですね、ご参拝させていただくというのも良いのかなというふうに考えております。まあ、フドキさんもですね、今回、サビエ山神社さんを探しててですね、なんか石見銀山のすぐそばにあるということでですね、こちらにですね参拝させていただこうと思ってですね寄らせていただきました。ですので、フドキさんはまあなんとなく普通の方とはちょっと変わってて、石見銀山目的に来たというよりはサビエ山神社さん目的に来たらですね、そのついでに石見銀山さんがあって、おお、ここは一挙両得と思ってですね来たというような感じになります。ただですね、サビエ山神社さんというお名前の神社さんはですね複数ありまして、まあまあね、日本全国同じ名前の神社さんというのはねたくさんあるというのはね、どっちともねいっぱいそういう神社ともあると思うんですが、とことね同じくですね、まあパッと調べた感じではですね、フドキさんがパッと調べた感じではサビエ山神社さんはですね、この島根県にね、まあ少なくとも4社以上はあるようでですね、この三瓶山の近くっていうですね、この大田市付近でもですね、3つぐらいありますし、あとですね、増田の方にもあるということはですね確認できております。でですね、まあどこに行こうかなとフドキさんも悩んだんですけども、たくさんあるからどこ行ったらいいんだというふうに悩んだんですが、ちょっと松田は遠すぎるなというところでですね、まあ石見銀山さんがあるというところですね、今回のサビエ山神社さんに寄らせていただいた、まあご参拝させていただいたというような流れになっておりました。さあ、というわけで、なかなかですね幽玄な雰囲気が漂っている神社さんなんですが、まあ早速ですねご参拝させていただきたいと存じます。ただですね、こちらのこの入り口にあるこの階段ですよね、いや、なんか斜めってますよね。はい、見た感じ斜めっているんですよね。なんかちょっとこれ不安だなと思いながら実は登っています。なんて言いましょうね、別にこれ浮いてるわけとかじゃないんですよ。なんか動くとかそういうことはないんですが、ただなんとなくこのもしかしてこれ崩れるんじゃないかというね、若干の不安をですね感じつつですね登らせていただきました。いや、なんとなく、いや、これ大丈夫かなーっていう、これ大丈夫かっていう気がものすごく、しながらちょっと登っていたりします。夜間高所恐怖症の方はですね、ちょっとおっかない場所かもしれませんが、まずこちらの神社さん、ご紹介させていただきますが、1つ目、サビ目山神社さんとは。というわけで、こちらの、ね、階段をですね、おっかなびっくり登ってる最中にですね、サビエ山神社さんの優勝とかでですね、ホームページとかを参照しつつですね、こちらの神社さんのご紹介をさせていただければと存じます。ただ、ちょっと情報が少なかったのでですね、そして複数社、近隣にあるということからですね、そちらの、神社さんをですね、総合的にご紹介させていただきたいと存じます。でですね、こちら、複数のサイトですね、北三瓶会さんとかね、サビエ山神社を守る会とですね、サビエ山神社さんのね、ホームページとですね、縁結びパワースポットと出雲神話さんのですね、サイト等をですね、参照しつつ、こちらご紹介させていただきたいと存じます。まずですね、まあ、こちらのですね、石見銀山のところにあるですね、サビエ山神社さんに関しましてはですね、どうやらこの、周防の大内氏ですね、まあ、先ほどの入り口にあった、優勝書きにも書いてありましたが、この大内氏の方々がですね、増田の方からですね、神様を分霊してですね、こちらに神社さんを建てたということのようです。まあ、この大内氏の方々は前回もご紹介させていただきました。石見の国のね、銀山旧記の中にも登場するですね、まあ、石見の国にとってとても重要な方なんですね。大体時代的にはどうやら戦国時代真っ只中でね、15世紀とかですね、どうもそのくらいにですね、こちらの神社さんがね、建てられたようです。でですね、ちょっと面白いなぁと、フドキさんが感じているところなんですが、この石見銀山のですね、すぐそばにあるサビエ山神社さんではですね、こちら御祭神はですね、金
山彦の神様ということになっておりました。まあですね、鉱山とかですね、まあそういう山にね関わるね金山彦の神様がですね、石見銀山のすぐそばにですね鎮座していらっしゃるというのは納得できるところなんですが、錆目山神社さんというね、姫って言ってるね、佐の姫の山の神社さんって言ってるところにですね、 なぜか女性の名前ではなく金山彦の神様のお名前が載っております。でですね、もう一社、三瓶山のふもとにありますね、この錆目山神社さん。まあ、こっち漢字がね、ちょっとだけ違うんですが、こちらのですね、錆目山神社さんのご祭神は、なんと、大穴持ちの御事さんと、少なびこなの御事さんと、すせりびみの御事さんというわけで、先ほどとはですね、全然ご祭神が違います。でですね、増田の方のですね、錆目山神社さんのご祭神を確認してみると、こちらも全然異なっていて、この花咲夜姫の御事さんであり、金山姫の御事さんであり、埴山姫の御事様、大山積みの御事様、そして金山彦の御事様ということで、もうね、三者三様全然異なっています。というわけでですね、神社さんのね、同じ名前の神社さんでお祭りしてるご祭神が全然異なるというのがなかなか興味深いところで、大体神社さんのお名前が一緒だったらそこでお祭りされてる神様一緒だったりしますよね。八幡神社さんだったら大体王神天皇ですよね。それがですね、ここまで神様の名前がですねコロコロ違っているというのがなかなか、興味深いところでございます。ただですね、そもそもなんですが、こちらの神社さんのお名前は錆目山神社さんですと。で、この錆目というのはですね、はい、男さ姫のですね、このさ姫というのがですね、多分、まあ、関係しているだろうなと思われる姫様なんですね。ただですね、神社さんのですね、いろいろ、まあ、今回確認させていただいたんですけど、錆目山神社さんと錆目様の関係性というのがですね、なかなか直接つながってるという神社さんがないんですよ。かろうじてホームページにですね、この男さ姫様のですね、神話がご紹介されていたりはするのですが、直接神社さんと錆目がつながってるよっていうような記載はですね、あまり見られません。でですね、この神社さんのお名前になってる錆目山っていうのがですね、まあそもそもこの、錆目山、一体どこの山なんだというところをですね確認してみたのですが、するとですね、どうやらこの錆目山というのは名前が変わってしまったようで、神義3年、まあ西暦726年ですね、この時にですね、錆目山からですね三瓶山に名前が改名されています。726年といえばですね、古事記とかですね、日本書紀とか、不土記とかですね、その辺のものが編纂されていた時代なんですが、あまりにですね、なんか書物を編纂してる時期に名前が変わってるというのはタイミングがバッチリすぎて、なんかありそうだなという気がしてくるんですが、まあですね、山のお名前を変えてしまうということはですね、この錆目様というね、お名前ね、人名をね、まあ神様のお名前をですね、冠した山の名前を変えてしまっているんです、どうやらですね、この錆目様が こちらにですね存在されては都合が悪い方がいらっしゃったのでしょうか。まあ、とにもかくにもなんですけど、山の名前が変わってしまっているんで、まあ、それまでですね、この錆目山をですね、この女神様だと思ってね信じてですね信仰されていた方々のその信仰の拠り所であるもう錆目様というお名前がですね変わっちゃったんで、この山と女性女神様を紐づけることができなくなります。まあ、ですので、このね、ですね、錆目様という方へのですね、信仰心というのは、おそらく徐々に徐々にですね、悠久の年月をね、重ねていくにつれてですね、おそらく薄れていったんではないかなと存じます。まあ、神社さんのですね、お名前としてですね、かろうじて残ってはいるものの、おそらくこの錆目様というね、女神様のね、信仰は薄れていき、他の女神様へと名前とかね、存在が変わってしまったんではないかなというふうに、ふどきさんは妄想解釈しております。なんといっても、この男さ姫様はですね、まあ、もともとは石見の増田付近をですね、本拠地にしていてですね、この秀栗山というところにですね、降臨された女神様なんですが、そこからですね、三瓶山のところまでですね、移動していらっしゃってるんですよ。で、
まあ、なんで、三瓶さんの付近は薄いのかもしれないんですが、ひれふり山とかね、その辺付近でもですね、サビメ様のですね、まあ、なんとなく、まあ、男というね、地名とかは残ってたりするみたいなんですが、ただ、やはり、あまり名前がですね、ご祭神としての名前は見受けられないので、なんでしょうね、やはり何か理由があって、徐々に消えていったんではないかというふうにですね、妄想がね、進んでしまうところではございます。さ、そんなわけで、いよいよですね、こちらの階段もですね、登り切ることができましたんで、ようやくですね、こちら、神社さんにですね、ご参拝させていただきたいと存じます。なんとなく、なんか、修繕している最中だったみたいですね。あの階段もぜひ直していただくとね、良いのかなというふうに感じます。ちょっとなんか怖かったんでね。はい。いやー、それにしてもなんか結構高いところにあるんですよ。ここだけですね、ちょっと安定して歩くことができるんですが、この階段もですね、実は目の前にあるこの階段もですね、結構急斜面です。ですので、ちょっとそそり立つような印象ですね、若干怖かったりもするんですが、山の急斜面に建てられた神社さん、やはり気になってまいります。2番目。男さ姫様のですね、妄想解釈。やはり気になってしまいますのは、こちらなんて言ったって、錆目山神社様なんですから、錆目山のこの錆目様がですね、ご祭神でいるのが一般的ななんか、不属性の印象だったんですけれども、まあ、やっぱり調べてみるとですね、まあ、この花咲夜姫とかね、金山姫とかですね、まあ、大穴口の御事様とかですね、ちょっとあんまりこの姫様に、もう、さ姫様に関係してそうな感じがしない方々のお名前がですね、すごくずらっと並んでおります。ただですね、岩見銀さんもそうなんですけど、この辺り鉱物が取れまして、なんか銅とかも取れるみたいなんですよ。で、銅はどうも旧石ぐらいから取れてたみたいなんで、その時にですね、金山彦のね、神様がですね、肝心されたみたいな情報はですね、サイトでご紹介されていたりもしました。ですので、まあ、やっぱりこちらにいる神様がもともとこちらにね、鎮座していらっしゃったというよりは、サビメさんが最初にいらっしゃって、そのサビメさんがですね、別にから肝心されたですね、金山彦さんとかですね、そういう神様に名前が変わっていったんだろうなというふうな印象があります。では、この謎深きですね、そんな名前を変えられてしまったと思われるこの男さ姫様なんですが、一体どのような女神様なんでしょうか。こちらの男さ姫様に関するお話はですね、詳細はですね、古代史の方でご紹介しておりますので、もしご存知でない方はですね、こちらの古代史の方のですね、男さ姫公の方ですね、ご参照いただければと存じます。そんな男さ姫様の伝承のですね、お話なんですが、このお話、まず時系列、まあ、時代感ですね。時代がいつの時代のお話かと言いますと、まず新羅という国が登場していますので、新羅が存在している時代になります。でですね、登場するですね、キャラクターから考えまして、スサノオノミコトさん柄で、新羅の国にこの人、降臨されてるんですけど、スサノオノミコトさんがまず新羅の国に降臨して、それから出雲の国に移動するよっていう風にですね、だいたい日本書紀とかね、そんな風な、時系列になっているんですが、どうやらですね、この男さ姫様の伝承はですね、このスサノオさんがですね、新羅にいる間、また出雲に到着するまでのですね、その間のお話がですね、どうやらこの男さ姫様の伝説になるようです。ですので、この男さ姫様というお方はですね、どうやらスサノオの命さんが出雲に登場するですね、前ですね、スサノオさんより前にですね、もうすでにですね、岩見や出雲にですね、捕らえされている方ということになります。ちなみにですね、スサノオさんとかですね、大月姫様と男さ姫様はですね、新羅の国からですね、日本国内に捕らえしてきたっていうような伝承になっているんですが、これが何でですかっていうような質問を以前もいただいたことがあるんですが、まず日本書紀で、スサノオさんはそういうことになっていますということが書いてあるっていうこととですね、大月姫様ってね、大月姫多分そのせいですよね、スサノオさんが新羅経由で来てるから大月姫様も新羅の年盛りにいるみたいなね、そんな感じの設定になってですね、それが男さ姫様のね、伝承にも影響を与えているんだと思われます。でですね、新羅の国が存在して、でじゃあそれから以降にスサノオさんはですね、日本国内に降臨したのかっていうような話になるんですが、実は太木さんそうだと思っていまして、というのもですね、男さ姫様の伝承の中にですね、大山積みの神様が登場するのですが、この大山積みの神様はですね、伊予の国不時一文ですね、こちらはですね、釈日本儀のところからね、引っ張り出してきた資料になるんですが、釈日本儀の中にですね、実は伊予の国不時の一文が載っております。でですね、この赤い点線で描かれている場所になるんですが、こちらは国立国会図書館デジタルコレクションさんの国史体系第7巻、まあ、こちらに釈日本儀が載ってるんですけど、そちらの方にですね、書かれている内容になっていて、でそこの文章を読ませていただき
きますとですね、この大山積の神様がですね、百済から渡来したよというような内容が書いてあります。そしてその時代がですね、実は仁徳天皇の時代だと書かれているんです。この男佐姫様がですね、日本にですね、渡来してきた頃にはですね、もうすでに大山積の神様が実はいらっしゃるんですよ。ですので、男佐姫様という方がですね、日本国内に渡来する時期というのはですね、大山積の神様より後ということになりますので、その時代は仁徳天皇の時代以降ということになります。というわけで、スサノオさんが降臨された時期というのはですね、この大山積の神様がですね、仁徳朝に渡来したという時期から考えてもですね、まあまあ5世紀とかそれくらい付近じゃないですかというのがですね、なんとなく見えてくるんですが、まあもちろんこれは風土記さんの妄想解釈です。普通にですね、こういう古文書に書いてある内容をそのまま読み解いていくと大体こんな感じになります。古事記だけ読んでるとですね、なかなかここまでいかないんですけど、日本書紀とですね、そして風土記まで読み始めると、だんだんですね、こういう時代が見えてきたりするんですが、まあね、大部分の方は古事記で終わっちゃうと思うんでですね、まあこの辺は一生に付していただければと存じます。そんな男男佐姫様のお話を考えていくうちに、やっぱり錆目山という場所がある立地ですよね。まあ、マストの方になんて言ったって錆目さんのですね、まあ、男っていうですね、そういう地名は残っていたりもするんですが、やっぱり大部分でっかく名前が残ってるのは錆目山という錆目山がね、しっかり残ってるところになるんですが、この錆目山はなんて言ったってですね、石見の国の大田市付近にある山でして、まあ、それが三瓶山になってるわけですが、やっぱりその立地にあった豪族、古代の豪族は誰が強かったのかというところなんですが、こちらなんてだって物の部神社さんがあるところなんですよね。つまり古代においてはですね、立地的に物の部氏の方々が地縁のある場所であり、まあ、そこにですね、サビメさんのお話があって、そしてサビメ様の名前を冠した山があったんですけれども、なぜか古事記や日本書紀を編纂する時代に改名されてしまった。その前に存在していた悪役の方々といえば、なぜかこの物の部氏になってしまうんですが、なかなか妄想が広がってくるところです。そして男佐姫様のですね、このお名前ですね、男佐姫様というお名前がちょっと気になります。まずサビメというのはですね、ちっちゃい姫様っていう意味なんですよ。ですので、サビメ山のサビメっていう、サビメは小さい人、小さい女の子っていうような意味なんですが、その前にあるこのおつご、おとごですね。これとは一体どういう意味なのかと言いますと、これですね、なんか末っ子っていう意味みたいですね。ですので、この男佐姫様という方はですね、大月姫様の娘という設定になっているんですが、どうやら大月姫様のですね、たくさんいる娘さんの中のですね、末っ子になられることがこの男佐姫様だったようです。でですね、この男佐姫様なんですが、逸話のところを確認すると、なんか似たような方が実は他にもいらっしゃるんですよ。例えば、物の部氏の祖になる馬島寺の御事さんはですね、鶴に乗って石見の国に降臨したということになっているんですが、この男佐姫様はね、狩りに乗ってですね、まあ、鳥に乗ってですね、この石見の国にですね、渡来してきたというような設定になっています。そしてですね、同じような神様が実はもう一柱いらっしゃいまして、それが金谷子の神様というお方なんですが、この方もですね、鳥に乗ってですね、やってきたということになっているんですが、この金谷子の神様、実は男性バージョンと女性バージョンがありまして、男か女かよくわからない方です。鳥に乗ってですね、やってきてるところから考えてもですね、まあ、鳥に乗っちゃうぐらいですから、多分ちっちゃい方だったと思うんですよね。鳥に乗れないです。大きかったら、大柄だと鳥に乗れないんで、やっぱちっちゃい方だったと思うんですが、まあそう考えてみると、なんとなく女性的なイメージがあったりしてですね、まあ馬島寺さんもそうですね、鶴に乗るったって鶴大きくないですからね、やっぱり、なんか鶴に乗って空飛べるぐらいですから、まあちっちゃな方だったんだろうなというのは、なんとなくイメージできたりしてね、なんとなく男性というよりは、どことなく女性的な印象が拭えません。まあそういうものはですね、それが神話というものだよ、ははは、と言って笑い飛ばすこともまあできるんですが、ただ、やっぱりなんか鳥に乗るって、なんかメルヘンですよね。さあ、というわけでですね、この男佐姫様という方のですね、持っている要素をですね、こちらに整理させていただきました。まあ、一つ目は、物の部氏にどうやら縁がありそうだな、というような感じがする方ですね。そして二つ目がですね、末っ子さんなんですよね。そして三つ目がですね、性別が不明、男か女かよくわからない、こんな要素を持っていそう。さあ、というわけでですね、男佐姫様のですね、お話をですね、ちょっとね、なかなかやらせていただきましたが、やっぱり
ね、ここまでやってくると、ふどきさんの古代史の方でよくお話ししてるんですけど、大体モデルがいらっしゃると。まあ、神様になる前は大体人間だったりするんで、まあ、神格化する前にですね、歴史上、まあ、実在性のある何らかのモデルの方がいらっしゃったのではというふうにふどきさんは考えているんですが、では、このようなですね、要素を合わせ持って、そして時代は多分仁徳期とかね、応神期とかそのあたり付近のですね、方ですね、このあたりの要素を持った方、果たしてどのようなモデルの方が考えられるのでしょうか。男さ姫様のモデルとはというふうにね、ちょっと気になるところではございますが、さすがにね、この話はここでやるというよりは古代史の方でやれというようなね、そんな感じの内容になってきましたので、こちらのねご紹介はここの辺でとどめさせていただければと存じます。ただやっぱり気になりますよね。このホイ姫様。なんてだってもともとはサビエ山っていう山のお名前をサンベさんっていう風に名前を変えてまでですね、その存在を消された謎のお姫様。もちろんこのお姫様はですね、おそらく岩見の国だけではなくてですね、まあサンベさんなんてだって出雲の国から見えるお山ですので、その名前を変えてしまっているぐらいなんで、出雲にも縁があるお姫様なんですが、出雲に縁があって、物のべしとも縁があって、末っ子で、そして性別が男性なのか女性なのかよくわからない、そんな謎の方をですね、実は古代史の方でですね、ふどきさん妄想解釈していたりするんでですね、もし、このね、男さ姫様がですね、ちょっと正体がですね、モデルの方が誰なのかっていうのが気になる方はですね、古代史の方もご参照いただけたら嬉しいです。というわけで、サビメ山神社さんのね、討論のご紹介はですね、以上とさせていただければと思います。とても小さな神社さんなんでね、ぜひお立ち寄りいただければと存じます。さあ、というわけで前回に引き続き今回はね、石見銀山付近のですね、観光等をさせていただきました。まあ、サビメ山神社さんを見させていただいたりですね、銭洗い弁で銭洗わせていただいたりですね、あとですね、この辺り五百羅漢というところもですね、近くにあったりしますんで、その五百羅漢を見てね、おすごいなぁとか思いながらね、いろいろ観光させていただいたりしておりました。江戸時代に栄えたですね、この石見銀山付近と周辺の街並みを眺めたりしてですね、タイムスリップ感覚を味わうことができる場所ですのでですね、もしご興味がありましたらですね、こちらお立ち寄りいただいてね、観光してみるのも良いかと存じます。というわけで今回はここまでとさせていただきます。また次回もよろしくお願いいたします。